どうもアリスキタです。今回は、セイントセイヤレジェンドオブジャスティスの方をやっていきたいと思います。で、今回は記憶時空の方行ってみたいと思います。で、記憶時空の深海宝物の巻の方に行ってみたいと思います。で、初めて行った時はコスモ共鳴が、レベル180ぐらいで、コテンパンにやられましたねで、そっから、しばらくの間、こちらの方を、相当してる感じでした。で、一体ここレベルいくつになったらいけるんだということで、で、コスモ共鳴の方がレベル200になった時に初めてクリアできましたね。うん、で、今もう私コスモ共鳴の方はレベル220まで行ったんで、まあ、どうでしょう。キャラの突状況とか、あと装備の強化状況によって、まあ、変わってくるとは思うんですけど、だいたいコスモ共鳴レベル200ぐらいが、まあ、目安なのかなと、200以上必要なのかなといった、感じですかね。うん、まあ、凸が進んでたら変わってくると思いますけど、じゃあそれでは、じゃあ具体的にどうやっていったのか、行ってみたいと思います。で、ストーリーをスキップしますね。で、基本的な話から言うと、この会心の守りっていう、このモーゼスのでっかい、人たちがいるんですけど、この人らは、めちゃくちゃ強いんで、無視してください。まず。で、倒す必要ないですね。で、倒すのは、この増票とか、弱いやつだけを倒していきます。じゃあ、それでは行ってみましょうかね。フレンドさんから強いキャラをお借りしてます。で、それがデスマスクを借りていきたいと思います。じゃあ、最初はどの編成で、この辺で行ってみますかね、とりあえず。2倍速にします。開幕1戦目の立ち上がりが結構危ないんですよね。うん。あの、奥義のゲージが溜まってないんで。で、もし、やられたら、キャラが1体でもやられたら、リタマラした方がいいですね。あの、後半が倒せなくなるんで。まあ、いろんなキャラ育ってる方はいいと思うんですけど、負けそうな時はリタマラですね。うん。キャラが全員生存して基本的にクリアするような感じで、いってますね。で、もう、会心の守り、でっかいモーゼスさんを無視して、で、こっち行きましょうね。海底の増票。スキップしますね。じゃあ、レッツラゴー。4倍速で。やばそうだったら、リタマラですね。味方が1体でも落ちたら、リタマラします。あーでも、レベル、今日コスモ共鳴220に上げたんですけど、結構安定してますね。200の時よりは。で、通路に入っていく。デスマスクが強いんですよね。フレンドさんからお借りしてる。やっぱり。めちゃくちゃ強い。デスマスク。フレンドさんの力を借りないと私は無理ですね。うん。統計見ましょうか。うん。こんな感じでデスマスク圧倒的ですね。めちゃくちゃ強い。じゃあ箱ゲットして。で、この柱、6箇所ぐらい多分あったと思うんですけど、この秘宝の守護者っていうのが出てくるんですよね。ここの敵がちょっとレベルが高くて、ジェネラルでしたっけがいるんですよね。バイアン。ここだとバイアンが出てきます。で、ここがちょっとレベルが、敵のレベルが220ということで、まあ、ちょっと強めですね。うん。で、これを倒していくと、このチームを倒すと、さっきのモーゼスが、消えていく感じですね。1体ずつ。うん。じゃあ、それでは、ここはやられちゃう可能性あるんで、2倍速で行こうかな?とりあえず。まあ、序盤は4倍で。やられそうになったら2倍にします。
なかなか強いな、やっぱり。うん。さあ、最後まで油断できない。さあ、シールド貼ったんで、これ大丈夫かな？なかなか強い。粘ってるな。粘られてる。オッケー、いけましたね。いや、200の時よりだいぶ安定してるな。220になると。うん。スキップしまーす。で、こうやって今、モーゼスがここにいたんですよね。ここのところにいたモーゼスが消えてるんですよね。なんで、柱1個ずつ行くんですけど、この。さっきのチームを倒すと、モーゼスが消えていくという感じになってますね。なんで、モーゼスが消えたところに今度入るという感じですね。それをひたすら繰り返していくという感じですね。あ、で、ここ闇サガがいるんで、まあ、とりあえずこのまま行きますかね。とりあえず闇サガが出てきたときは私、カノンをぶつけたんですよね。まあ、カノンぶつけていきますかね、とりあえず。右側にいるんで、カノン右奥で。で、アナザーディメンションが相手に入るまで、リタマラするという感じで、ここはクリアしましたね。これは向こうに、アナザーディメンション入ってるんで、向こうがスリップダメージ受けてる状態ですね。この編成でクリアしましたね。うん。まあ、ちょっとでもコスモ共鳴のレベルが上がったんで、ちょっと楽にいけてる感じはありますけど。で、ここはもう戻して。あ、アイオリアじゃなかったな。ムーだった。まあ、アイオリアでもう大丈夫かなと思ったけど、大丈夫か？大丈夫そうかな？あ、危ねえな。デスマスクが落とされるとまずい。2倍速にしよう。デスマスクが落とされると、勝てなくなっちゃうんで。危ないな、危ないぞ。大丈夫か。オッケー、いける。あ、220だと結構安定してるな、やっぱり。うん。で、今度は秘宝の守護者。スキップします。で、イオですね。イオが出てくるという感じですね。じゃあ、ここも行きましょう。ここはちょっとやっぱりムーを入れていこうかなと思います。ムーさん入れると安定する感じがあったんで。ここは結構危ないんで、2倍速で行きましょうかね。やられるとあれなんで。でも動画の時間もかかっちゃうんで、4倍速で行きましょうか。いや、危ないな。2倍速にしよう、やっぱり。強い。デスマスク倒して。オッケー。アステリオンが落とされるとまずい。あ、落とされましたね。落とされたら、撤退ですね。うん。もう自分の育ててるキャラが落とされたらもうやり直しですね。じゃないと後半がもう勝てなくなっちゃうんで。私の場合はもうこのミスティアステリオン、モーゼスは絶対やられると困っちゃいます。この3人は生存してもらわないと後半が厳しいですね、結構。後半っていうかやることは一緒なんですけど、勝てなくなっちゃうんで。で、何回かリタマラしてると、まあ、やられずに済むこともあるんで。これはいけそうだな、とりあえず。ああ、2倍速にします、とりあえず。油断はできないんで、最後まで。デスマスクとか落とされたらもう本当に終わっちゃうんで。もうちょっと、OK、いけましたね。というわけで、2本目の柱にいる、敵も倒せたということで、またモーゼスが消えるという感じですね。スタミナ。あ、ここ箱はないんだな。そしたら次の場所にまた行く感じですね。次の柱に行く感じ。で、モーゼスが消えているところですね。こ
ここにいたモーゼスが消えたんで、ここに行くと。で、隣とかはまだ消えてないんですよね。だから一個ずつ、こうクリアしてって、あ、ここは、あいつがいますね。闇サガがいるんで、ま、とりあえず、これで行ってみましょうかね。もう、コスモ共鳴もレベル上がったんで、もしかしたらいけるかもしれない。4倍速で行きますか、とりあえず。シールド貼って、油断するとやられるから怖いんですけど。あー、大丈夫ですね。うん。まあ、もし闇サガが出てきて苦労されてる場合はカノンをぶつけるといいと思います。私カノンぶつけて言ってたんで。いやー、デスマスク強いな、ほんと。欲しいん、育てたいんだけど、全然ガチャから出てくれないんすよね。あ、ただここクリアすると1体だけデスマスクもらえるんで、あと1体ですね。で、次が、また、秘宝の守護者出てくるんですけど、ここが、今度クリシュナということで、クリシュナ結構厄介ですね。うん。な感じがありますけど、これで確かこの編成で多分いけたと思うんで、あ、しまった。落とされたんで、リトライしますね。いや、強いな。これ、トレミーが多分強いんですよね。位置を変えましょうかね、ちょっと。あと、味方の奥義がどれぐらい、奥義のゲージがどれぐらい溜まってるかとか、もう、ええ、負けました。やられました。アステリオンが落とされちゃうな。アイユリア使ってみるか、火力でゴリ押しでいけないかな、これ。デスマスク、頑張って。倒せば、OK、倒した。倒せばデスマスク強くなっていくね、どんどん。あ、OK、いけましたね。この編成でとりあえずいけましたね。統計の方。うん、やっぱりフレンドさんのデスマスクが圧倒的に強い。で、また次が解放されるという感じですね。じゃあ、サクサク。で、箱がある。オッケー。もう一個箱ある。あー、これ敵が出てくるんですよね。箱開けると。で、倒さなきゃいけなくなるんですけど。釈迦がいるけど、とりあえずこの編成でそのまま行きましょうかね。あ、ミスティが落とされそうなんで、ちょっと2倍速にして。じゃあ次。ちょっとミスティさんがもしかしたらやられるかもしれないんですけど、こう最初から HP が減らされてるような時は、まあ、例えばアイオリアとかが今 HP が減ってない状況なんで、そういうキャラを前に一時的に持ってくるっていう方法もありますね。OK。じゃあ次行きましょう。で、また隣が行けるようになったんで、モーゼスが消えて。ああ、闇サガいますね、また。うん、闇サがいたらやっぱりカノンぶつけた方が楽かもしれないんで、これで行きましょうかね。アナザーディメンションが向こうに入れば、あ、これ入ってないかな？入ったか。あ、入りましたね。向こうにアナザーディメンション入ってるんで、向こうだけがスリップダメージを受けてる状態。こうなれば倒しやすいですね。やっぱり。もうほんとカノンは優秀ですね。まあ、スリップダメージが入、アナザーディメンションのスリップダメージが入ってるかどうかは白いマイナスの数字連続して出てくるんで見てもらえば、まあ、スローで見てもらうと一番わかりやすいですね。
で、ここはカノンいないんで普通に戻しましょうか。アイオリアで大丈夫かな？ムーじゃなくても。オッケー、いけました。強いよね、デスマスクも、ほんと。さあ、秘宝の守護者で、今度は、バイアンですね。バイアンなんで、このままとりあえず行きますか。とりあえず4倍速にして、やられそうだったら、2倍速にして撤退ですね。負けたら。一人でも落とされたらもうとにかく撤退ですね。悪くない感じか。いい感じですね。あー、だいぶ安定してるな、やっぱり。コスモ共鳴200と220で結構差が出てるな。アスタミナと、ここなんかランダムで変わる感じがあるな。多分。変わってる気がしますね。はい。で、次のところがあれしたんですけど、まだその手前にザコがいるんで、ザコを倒しましょう。ザコのレベルは200なんですよね。うん。言うの忘れてましたけど。なんで200、まあザコが200なんで、やっぱ200ぐらいあるといいのかなって感じですよね。コスモ共鳴のレベルが。180、あっとやられたんで、やられた時はもう撤退ですね。これもう1体でも落とされるとやばいんで、ちょっと1を変えましょうかね。トレミーがいるか、やっぱり。うん。トレミーがやっぱ強いよな、なんか敵の。油断するとやられるんで。さあ、デスマスクが火を吹くな、もう。強い。で、ここにも箱があるんで、箱ゲットして。じゃあ、ここが通路開いたんで、行きましょう。敵の編成はムーか。うん。シールド貼って、アステリオン。ムーさん落として、オッケーいいよ。デスマスク強い、ほんと。敵を倒せば倒すほどどんどん強くなっていくんで。ここも、特に、やらしい敵はいないか。あ、オッケー。ああ、200の、コスモ共鳴200の時、かなり安定してますね。結構苦労して言ってたんで。じゃあ、次、秘宝の守護者が出てきたんですけど、イオなんですけど、このまま行きましょうかね。とりあえず、ここは、ほとんど多分これで行ったと思うんですよね。コスモ共鳴レベル200の時は、ムーさん入れて行った気がします。でも今は、ムーじゃなくて、火力ゴリ押しで行ける感じがあるんで、アイオリアで行きたいと思います。やられそうになったら、すぐ停止。ああ、やられましたね。うん。ミスティじゃない、アステリオン落とされたんで、やり直します。やっぱりムーで行きますかね、ムーで。ムーがスキルを打てれば、火ダメ抑えれるんで。ああ、間に合ってないな。ちょっとやっぱ位置があれかな、ここ。狙われてる感じがあるのか、デスマスクさんに、頑張ってもらうか。危ないな。2倍速にしますね。デスマスク落とされそうだったんで今。4倍速。
オッケー、とりあえず行けましたね。そしたら箱、宝箱ゲットして、もう一個あるかな。うん、三つある、ここは。したら次に、また次の柱が行けるようになったんで、の前に雑魚を倒しましょう。ムースさんは変えてアイオリアで行きたいと思います。危ない、デスマスク危ない、デスマスク危ないな、2倍速危なかったね今デスマスク落とされたらほんとやばいよね。オッケー、ちょっとヒヤヒヤしながらやってますこれ負けるとほんと終わっちゃうんで、負けると全く違うキャラを使わないといけなくなるんですよねそうなるともう育ってないんで勝てないっすね。ここは大丈夫かな、これで行ってみましょうかね。やばいか、大丈夫か、2倍速でとりあえずやってる今。アステリオンが、アステリオンが、あ、落とされたんで撤退しますムーさん入れていきましょうかね、とりあえず4倍速で。ミスティがシールド貼ってくれれば大丈夫そうな気がする。ミスティシールド、オッケー、大丈夫じゃないかこれ。オッケー、いいよ。オッケー、というわけでムースさんでちょっと耐久力上げてクリアできましたね。ここはアイオリアに戻しましょうかね。OK。 じゃあ次に、飛行の守護者がまた出てくるということで、ここはバイアン、とりあえずこの編成でいきましょうかね。やばくなったらすぐ撤退で。やばい、石化してるな、石化。OK、バイアン落としたんでいけるかな、大丈夫かな。デスマスクで倒してくれれば OK、 強い。というわけで箱をゲット、スタミナ、なんかランダムな気がするな、スタミナこんなになかった気がするそしたら、次のところに、あ、まだだ、まだだ、危ない、これ間違っていくとこだったわ今。もう一つこっちかな、あ、ここですね。オッケー。あ、カノンがいるか。あ、カノンじゃない、闇サガがいるけど、まあ、とりあえずこれ行ってみますかね。シールド貼れれば多分大丈夫だと思うんですよね。ダメだったわダメですね。やっぱりカノンぶつけましょうね。アイオリア外して
カノンで、闇サが左側にいるんで左側に移動ですね。あ、ちょっと待てよ、カノンが落とされちゃったな。カノンまだ使う可能性あるんで、できれば生存しといてほしい。アナザーディメンションは向こうに入った。あー、無理だな、これ。カノンはちょっと凸が低いんで耐えきれないっすね。まあちょっとカノンさんはここで諦めてもらうっていう手もあるな。アナザーディメンションが向こうに入って、入ったかな、向こうに。とりあえずもうクリアしちゃいましょうか、これで。ちょっとカノンがもう使えなくなるんですけど。あと一箇所なんで、闇坂がいないかもしれないんで。じゃあ、秘宝の守護者。で、ここはクリシナですね。クリシナが結構強いっすね。なんかやっぱり、気がする。これで行きましょうかね。ムーさん入れて。あっと、アステリオンが落とされるのは非常にまずい。アステリオンが落とされるとまずい。こうですかね。デスマスクさんに耐えてもらいたい。HP が少ないな、でもデスマスク。大丈夫か？あ、耐えられない。耐えられないか。HP が減ってるんですよね、今。悩ましいな、これは。前に置いてみるか。モーゼスに耐えてもらって。前耐えられない。前耐えられないか。やばい。こういうので詰まるんですよね。アルゴルの前だったら耐えれそうな気がしなくもないんだけど、どうしようこれ。これ迷っちゃうな、これ。トレイミーが真ん中にいる。まあ、とりあえずもう一回行きましょうかね。何回かやってれば。あー、やられる。デスマスクー。デスマスク、ムーとか絶対すぐやられそうな気がするんだよな。凸が低いんで。あ、結構、あー、惜しい。耐えれそうな感じあるな、でも。リタマラですね、もう。ちょっと耐えて。あー、デスマスクが耐えられないか、今度は。やばい、ここやばいな。HP が減ってるから。耐えて、シールド。あー、これモーゼスがやばい。モーゼス頑張って。頑張ったか。ちょっとミスティやばい。ミスティやばい。ミスティ落とされるとマジで詰む。ミスティ頑張って。ミスティ頑張って。オッケー、頑張ってる。よしよしよし。いける。これはいける。もらったでしょう。ここまで来れば大丈夫でしょう。オッケー。いける。危ない。なんとかかろうじてここクリアできましたね。なんで前の戦闘で HP が減らされてたりすると結構あれなんですよね。きつかったりするんですよね。すぐ殴られてやられる時あるんで。だからできれば味方の HP も多い状態でクリアしたいですね。前のところを。スタミナいっぱいあるからもうここでいいかな。あ、また闇差が出てきたか。闇さがいるな。耐えてほしいな。耐えるしかないな、もう。カノンいないんで、もう。耐えてもらおう、シールドで。なんとか。あ、沈黙が入ってる、アステリオンの。ナイス。じゃ、シールド、それでシールド貼れる。ナイス。ナイス展開。オッケー、いけたわ。カノンなしでいけましたね。沈黙が刺さってましたね、今。もう出ないでしょう。闇坂は。
OK。というわけで、これがおそらく最後のボスになるんで、クリシュナですね。このまま行きたいと思います。あ、トレミーが真ん中にいる。大丈夫か？頑張ってほしい。おそらく最後、ミスティーシールド貼って、ナイスタイミングでスターライトエクスティンクション。メーカー兵倒してほしい。ちょっと一体でも倒して。倒せてるか？オッケー。これで火力上がるんで、ここまで来れば大丈夫でしょう。オッケー、行けましたね。で、これで、全部クリアですね。うん。で、箱を、あと、ここ箱あるんで忘れずに、回収して、4個、確かもらえるんで。あ、で、奇妙なやつをやっちゃったんで。またて、あ、これちょっと待って、積んだんじゃないか、これ。あ、大丈夫か。スタミナ足りてるか。スタミナ危ねえな。箱を回収してたまに敵が湧いちゃうんで。危なくなったら、OK、大丈夫。じゃあ次の番、ここも行くしかないよね、これ。最後の宝箱を取る前にここでやられるとほんとショック大丈夫、オッケー。じゃああと1体倒して、これで本当のラストかな。これで、オッケー。というわけで、あとは箱、でっかい箱をもらって終わりですね。テティスと会話しないとあれか、スキップ消えないから取れないのか。というわけで、これでクリアですね。うん。で、冒険の方も、もう3回目なんですね、入るのが。なんで、全部獲得できますね。うん。やっと終わりましたね。長かったっすね、ここクリアするのめんどくさいんで。じゃあ、出ましょうかね。うん。で、これで、次から相当できますね、やっと。とりあえず使った、キャラの育成状況とか軽く紹介しておきたいと思います。まずアイオリア。アイオリアは星12ですね。で、レベルが220。で、アクセサリーの方はこんな感じです。そしたら、アステリオン。アステリオンもレベル220。で、星が11ですね。で、アクセサリーはこんな感じの装備をつけてます。で、あとミスティ。ミスティは星11。で、レベル220。で、アクセサリーはこんな装備をしてます。で、モーゼス。モーゼスレベル220。で、アクセサリーはこんな感じですね。これが、今のし、ところをクリアすると1個もらえるんですよね。そこでもらったやつを強化してます。うん。赤アクセは強いですね。相当強いですね。ステータスの幅がめちゃくちゃ上がるんですよね。これ突破すると。突破するのに相当、材料必要なんで、なかなかできないんですけど、突破自体が。強いですね、赤アクセ。そして、ムーさん。ムーさんは星9ですね。星9だっけこれ。うん、9ですね。で、アクセサリーはこんな感じの装備です。で、あと使ったキャラは、カノン。カノンは星、
6ですね。で、アクセサリーはこんな感じです。というわけで、まあ、まあ、コスモ共鳴のレベルですよね。が、今やった感じだと、まあ、レベル200で私、クリア1回、2回はしたんですよね。で、220になって、今回初めて行ったんですけど、220だとだいぶ安定してましたね。うん。200だと結構、若干辛い感じがありましたね。今のキャラの今日、突状況で行ったんですけど、今日220になって、今行ったんですけど、めちゃくちゃ、だいぶ楽になってはいましたね。なんでまあ、まあ最低でもやっぱ200レベルぐらいは欲しいのかなって思いますね。というわけでまあ、どれぐらいの、戦力で、レベルで行ったらいいのかっていうのを気になっている方もいたと思うんで、よかったら、参考にしてみてください。というわけで、今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。それでは、失礼します。